アイドル、そう、まあゲスト出演ということで今日は立川の方にねお邪魔させていただきます。そんなこんなで昨日もねレッスンしたんだけど、今日も最終リハがありまして、まあ昼過ぎですけど行ってって感じですね。マジ声やば声やばいね。久しぶりのイベントかな。イベントはちょっと久しぶりかもしれないですね。うん、そう、イベントはそうですね、わりかし久しぶりかもしれないです。今日は会場のファンの方と、あと配信もあるらしいのでどっちかですね。はい、なんか何人か私のファンの方も今日来てくださるっていうのをこの間のオンラインお話し会の時に言ってくださったので頑張りたいと思います。しかし少しちょっとねドキドキですけどもドキドキですけども、そんな感じでちょっとねまだ髪はボサボサですこのね髪は基本的ボサボサですから私。そう、まあねメイクはねレッスン終わってからするので今日はすっぴんです。朝なんでね、朝はもう顔むくんでますけど気にしないでください。筋肉痛ねやばいんですよ筋肉痛めちゃくちゃねやばいです昨日おとといかチーム4公演して昨日も筋肉痛だったんですよね。久しぶりにあんなに曲数を踊ってしたから、そうパフォーマンス久しぶりやって筋肉痛やべえって思ってたんですけどやっぱ今日来てもねまだね筋肉痛は治ってませんでした。一日では治らんわなとは思ってたんでまあいいんですけど、まあなんかまだ上半身はまだ、まあ、ちょっと痛いんですけど下半身の足がやばくて、なんか足首から膝にかけてがむっちゃ痛いんですよね。そうそうなんです。まあレッスンって言ってもね数曲しかやってないし、そもそもレッスンもつい最近やりだしたぐらいやからね、もう何ヶ月もあまり動いてなかったんで運動してなかったんでね、やっぱ劇場公演ってなんかなんていうの久しぶりにねやったら絶対筋肉痛になるんですよ。マジこれはメンバーあるあるなんですけど、なんかなんだっけなんかねそうあるんですよ。なんかやっぱ公演は曲数が多いからね、普通のイベントだとさまあ数曲じゃないですか。でもコンサートとかまあ公演になるとね数十曲あるし、そうやっぱ動く量が違うから筋肉痛ね、どんだけね準備運動しててもやっぱり数ヶ月の鉛はやはりダメだったあ、いなちゃんの15周年のうちは買ったようだって、6周年のうちは買えなかったから。ああそうなんだ、6周年のうちはでどんなうちわだったかな全然覚えてへんけどありがとう、15周年のうちはありがとうございます。そうなんかねファンの人がなんかそう今回のうちは売り切れないうちにね買っておこうと思って買ったってコメントしたけど、まあ、全然売り切れてないからね買えるぜひよかったらゲットしてください。まださ発売されてんのかなうちわって、いつまでだっけ発売日やばい頭動いてない、動いたい私いいね押してるんでちょっと見るね。秒で買いましただって。あ、もう完売で買えないようだって。あれもう売り切れたっけ。あ、見て、すごい。もうタオル、マフラー型タオルもさ、どのチームも売り切れてるよ。すごい早いね。まあでも言うて久しぶりにさ、グッズっていうかさ、こういうのってやっぱ売り切れるよね。あ、22までなんだ。あ、違うわ。ん、どういうことだ。あ、別に賞味期限とか特にないんだね。あ、1月21から22までに配送されますよって書いてある。このゆいなちゃんの写真見た？もうマジさ爆笑したんだけど、本当にどうしてこんなブスなのなんかさチームメイトのうちはソールドアウトだよ。え、チームメイトのうちはってこれみんなソールドアウトなの？あ、全メンバーソウルドルルルルルソウルドアウトなの？あ、そうなの？そうなんだ。すごいな。でソウルドアウトって書いてたから、ゆいゆいだけソウルドアウトなのかと思ったよ、ゆりなは。でもこれ別、個別で見ても書いてないのか、載ってないのか。ああ、ちょ、間違えたボタン。個別では載ってないんだね。あ、ゆいなのサンタさんの、青いサンタさんのもソールドアウトしてるわ。やったー、嬉しい。これどうやって見るんだろうね、ソールドアウト。まあでもソールドアウトってことはソールドアウトなんだね、きっとすごーい。あ、予約しようとするとソールドアウトって出るよ。あ、そうなんだ。ゆいなちゃんわかんないけど、まあいいか。あ、さあ、ゆいなのさ写真見た？なんでこんなブスなんやろね。口どうしたって感じなんか顔がにやけてる写真使われてる。もうちょい可愛い写真なかったんかな。私そんなに全部ブスやったんかな、写り。口じゃあゆいなさ、これ販売になるってなった時にさ、いいね過ごしてんか。でなんか755にさ、なんかさゆいなの写真やばいねんけどゲットしてってさ、言ってんな。でも顔がやばいんやみたいな感じで書いたやんか。それさ載せようと思ってんな、写真をな。でもさ、あまりにもさ顔がさ変すぎてさ、載せられへんわと思って、載せてへんねんけど、なんかにやけてんねんな、今回のうちわのゆりな顔がなんか笑顔ちゃうねん、にやけてんねん顔がなんでやろうな。なんかもっと普通の顔してんのいっぱいあったはずやのに。なあ、絶対もっとちゃんと普通に撮ってたよなんでこんなうるさいくないのね。まあモデルが悪いからって言われたらもうそれまでないねだからうちさ、なんかさ、みんなさ私みたいな感じで写真載せてたやん。うち載せてようと思っててんけど、なんかあまりにも口がにやけてるからさ今回の自分のうちはにやけてるんですけどみたいな感じになったらさ、ちょっとさ、あれね、持ってないの、15周年のうちわはもらってないから持ってないんだけど、なんか口がね、んってなってんのうちよくするんだけど、でも確かにそういうね、こういう口よくするのね、確かによくしてるねってよく言われるんだけど、まずそれが写真になってると本当に顔の上半身いいのに顔の下半身どうしたって感じでちょっと受けちゃってさ、載せられなかったんだよね。まあでもそんなブスでも買ってくれたみんなが嬉しい、ありがとう。優しいねみんな。周年は特別だからね。マジ顔の上半身いいのになぜ下半身、顔の上半身のコンディションは良かったんですけど、そういやー嬉しいです。皆さんそんなこんなブスでも買ってくれてそうでもなんかすごい早いね売り切れるの。また生産数少なかったのかなゆりな。なんかいつもねゆりな結構すぐ売り切れるんですよ。あまり生産数がないせいか知らないですけど、そうだからねすごいねファンの人もね売り切れやべえ今日頭回ってないぞゆりな売り切れないうちにね買いましたよって言ってくださって嬉しい、ありがとう。ねえ うちらってさ基本的ダメだやばい今日やばい口回ってないんだけど大丈夫かなゆりな、これは本番ああまあね仕方ないので、何が仕方ないかってあれだよ、もうだって今日まだこのショールームで初めて声を発したからきっとまだ頭が寝てるの。いやもうだいぶ前に起きたんだけどな起きてから結構経ってるんですけど、まあでもそうですよね、朝はこんなもんです大体。うんそんな感じ。そうそうね寝起き感あるわよね。でもねもうだいぶ23時間前に起きてるんですよ私も起きてから結構経ってるんだけど、なんででしょうねまあでもあれなんですよ今初めて口を動かしたから起きてからもういつも通りな感じがする。待っていつも口回ってへんみたいな、そういうこと。別にいつも回ってへんけど確かに。いやもう昨日は眠くて結局昨日もなんだかんだ朝が早かったんですよね。起きるのが7時前ぐらいに起きたから結構早くて、で昨日レッスンだったし、だからね昨日はねもう早めにね寝たよ。1時過ぎとかに寝た。うん1時過ぎぐらいにもう寝ました。眠くてもう無理だと思って、そう今日もめっちゃ可愛いだって、ありがとう嬉しい。そうそういや全然疲れてはないんですよ、もはや元気今日はね朝がね遅くてよかったからもうそれが唯一の救い。そうそれがねもう本当に唯一の救いだったんです。今日もねゴリゴリね早かったらさやばいなと思ってたんだけど、とりあえず筋肉痛が痛すぎて本当にやばいわ。年を感じるかい今日の髪型はまだ決めてないの。今日の髪型どうしよっかなーって感じで2つ候補があって、その2つでどっちにしようかなっていうのを今悩み中なんで、まあどっちか。もう現場向かってます。早くない？あれこれ何時から始まってるもんなんだなんだろうね。はあダメだ今日やばい口回ってない。はあやばいよ口が回らないあ、そうなんだ。会員時代に早いんだ。まあうちはまだまだ先なんですけどね。あ、イベント自体は14時。ああじゃあもうぼちぼちそろぼち向かっててもいい時間か。まあ人に住んでる場所によるかもだけど。そう。まあ髪の毛は楽しみにしてて、2つで悩んでるからその今日衣装の髪飾りを見て。そうどっちがいいかなと思って決めようと思ってます。私もうちょい時間あるからもうちょいやろうかな。なんかね最近さやばくない？今日見てよ、寝癖見て、ほら私の寝癖わかる？これこういう風にね髪の毛が勝手にこうやって曲がってんの、うちの寝癖がこうなんですよ。だからね普通にねこういうねなんていうの、こういう前髪をさアイドル分けにするんだったら超いい感じになるんだけど、もうアイドル分けにしてないからさ本当に困っちゃうよね。そうマジで本当にさどうにかしたいんだよね、寝癖ちゃんうん、すごいさやりんと同じ名前でやってる人がいるんだけど、コメント嬉しい、かわいいですね。だって最近村山チーム4で好きになった人でしたって。ああ、ありがとうございます。イエーイ、村山チーム4。ゆいりーさんのことをさ村山ってさんってさ呼ばないからさなんかそのさチームごとってさ全部さ名字なんていうの、名字チーム名じゃないですか。なんかさゆいりーさんじゃんみんな。だからさなんかさ村山チーム4じゃん、すごいさ村山さんってさね、なんかすごい違和感がある。そうゆりさんって普段呼んでるから。だからさ逆に言うとさ、まあさいつも仰天じゃん、それがさゆりなちゃんってなってんのと一緒ぐらいわかる？違和感しかないっしょ。そうでね、なんか名前のイメージ強い人って結構名字さあれよね、忘れがちよね。忘れがちっていうかさ分配で言うとさ名字と名前だったらさ名前の方がこう多いじゃん、大きいじゃん。名字って何やったっけなとかってなるけどさ、うちの場合はさ名字が大きすぎて名前が怖いからさ名字出てきてもいつも名前何やったかいなってよくなるっていうかよくなるらしい。まあ私は自分の名前やからそんなならへんけど。そうりんちゃんはいつからびっくりちゃんって呼んでるの？あ、びっくりちゃんとかびっくりたんだね、りんの場合。なんかりんりんはなんか人が呼んでない呼び方をしたいらしくて、基本的にもう結構最初の方からっていうか、まあ初期の頃は違うけど、もう本当にでもほんまに結構最初期の頃ぐらいからそうずっとびっくりちゃんかびっくりたんで呼ばれてますね。なんか気づいたらそれやったからな、まあ分からんけど。そうもうどこにも名前は入ってないっていうな仰天ゆりなやからどこにも名前は入ってないけど可愛いやろ。りんりんしか呼んでないからね、それは。そうあだ名は珍しいね。そうね、まあ仰天がもう仰天が9割やからね仰天が9割で他1割がりんりんみたいにびっくりちゃんとかびっくりたんとか、まああとはりょうちゃんとかてんてんって呼ぶ人もおるけど、まああとはまあゆりなって呼んでくれる人もいるけど、まあでも1割ぐらいかな。もう9割はチーム48含め9割8割は仰天ですね。うん、あのね後輩ちゃんの中でもゆりなさんって呼んでくれる人は何人かゆりなちゃんとかけども、まあ基本的はもう仰天さんがもうダントツで多いですね。うん、そうなんて呼ばれるのが、まあ一番はやっぱりお名前で呼んでいただけるのが一番嬉しいんですけど、私のお名前はちなみにゆりなというんですけど、まあ、ゆりなちゃんって呼んでいただければ幸いなんですけど、そうやっぱね仰天って名字プラスアルファ3読みだとすごく壁を感じるんですよ。だからもう仰天さんって呼ばれるんだったらマジ仰天の方がいい。わかりますかこの違い。わかると思うんだけど、会社とかだとさ仰天さんとか名字さんプラス名字にさんって当たり前だけどメンバーじゃん。だからさなんかさ名字って大差もさちょっとさ距離を感じるものじゃないですか。名前の方が親しみ感はちょっとあるじゃないですか、名字よりは名前とかあだ名の方が。でプラスアルファそれに「さん」ってもうすごいビャーンって離れてるもんじゃないですか。だからなんか本来なら名前プラス「3」とかあだ名プラス「3」が一番いいんやけど。まあ私は仰天さんがダントツで多いですね。まあ、仰天さんでも仰天さんって呼ばれねえやったら仰天さんとか呼ばれねえやったらマジ仰天の方が全然いい。仰天の方がまだ距離は近くない。もうメンバーが仰天やから別に名字でもう距離がすごい感じるってことは特にないんやけど、名字にさんは一番距離感じるかなんかすごい遠い存在に見える。なんかすごい距離置かれてますみたいな。そう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 。まあでもね確かになんかうちが AKB に入った初期の頃は先輩のことはフルネームの「さん」付けじゃないとダメだったんですよって言われてたんですよね。フルネームでさん付けで先輩を呼びなさいって言われてたから。そう、まあでも多分もううちらの8の初期面だけだと思う。それ以降は多分言われてないと思う普通に。そうそうそう、そう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 。そうなかなかね難しいよね。そうなんですよね。そうでもゆりなも結構先輩は名字さんが多いですね。でもそれもさだってだいぶ離れてますもん。だいぶ先輩ですもん。その半年とかじゃなくてマジ何年も先輩やからさ、ちょっとその人にさ。でもなんかよくあるのはそれこそニックネームに「さん」とかは8メンバーでも先輩のことを言ってる人は多いですよね。そうそうそう。あとやっぱりこうなんていうんだろう、まあ、ゆうりさんとか関わったことがある先輩は結構名前に「さん」とかが多いんですけど、やっぱりあんまり関わらせていただいたことがない先輩とかはまあ結構名字に「さん」は多いですね。まあお話しさせていただいたこともそもそもあまりなかったりするから。そう、そう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 。73は73ですね、普通に。うん、そうね、難しいよね、やっぱこう仲良くなっていくうちに、なんて言うんだろう、とかね。いや、よく分からんけど、どうなんだろうね。まあでもせめて8メンバーとか4のメンバーにはやっぱり名前さんで呼ばれたいよね。だってさ、ほら、一緒にさ活動している仲間じゃない。そう、うん、そう。あ、やばいやばいやばい、もう時間がやばい、準備しなきゃ。やべえやべえやべえ。ちょっと急ですけどランキング読みますね。失礼しました。髪の毛アイロンしなきゃいけない。ボサボサではいけないからね。アイロンします。13位幻さん、12位おかやんさん、11位ヤングさん、11位ツッチーさん、9位あきいかさん、8位し、間違えた。13位通行人 C さん、12位幻さん、11位おかやんさん、10位ヤングさん、9位ツッチーさん、8位あきいこさん、7位しんどさん、6位マーニャンさん、5位ときたぴさん、4位ギリアさん、3位近い C さん、2位キリアさん、そして今日の第1位がタカさんです。はい、というわけで今日はですね、イベントがありますので、皆さん配信で見てくださる方か、まあ現場に来てくださる方お待ちしておりますので、ぜひ、まあ、こんなちょっとボサボサゆりなちゃんではなく、ちゃんとビシッとしたゆりなちゃんがね出てきますので、本番は。はい、ちょっと今日はね、まずリハが、イベントじゃないわ、リベンジちゃんはリハがねあるのでね、すっぴんでさせていただきました。この後ね、ちゃんとおメイクとお衣装を着て、やっぱねメイクで私服よりメイクに衣装の方が格段と変わるよね、人って。マジ人って着るものとメイクと髪型でマジで顔変わるから。それでは今日も見ていただきありがとうございました。それではまた明日の、もう多分夜はね完全にねめちゃくちゃ遅い気がするんだわ。だからもうちょっと夜は多分ないです。もう今日はこれで配信は終了しようと思います。はい、というわけで今日も見ていただきありがとうございました。ではまたイベントで会える方はイベントでお会いしましょう。バイバーイ。